ということを聞いたんで撮らせてもらうということで。あ、死んで。最終日ということだったんで。いや、もうちょっともう明日撮るからもうええやん。邪魔せん撮ってくれや。バラエティとちゃうねん、ドラマやねん。なんていう方の役なんですか。え、俺一ノ瀬。一ノ瀬、うん、政治家や。政治家。じゃあ、これですね。なんかもう嬉しになってると思われるやん。一個一個の現場来るんか、YouTube で。一応そのドラマやからってなんか嬉しになってるみたいな感じすんのよ。なんか浮かれてる感じがすんのよ。ドラマの撮影現場に YouTube 来たらめちゃくちゃ浮かれてるやん。一個一個の現場来るんかな、 YouTube で。バラエティで YouTube でそう言って毎回さ、おかしいやん。そうですね、うん、いつの仕事なんやろかな。ドラマなんで一応。ドラマなんで。まあ、セリフはもう完全に 入ってる感じなの。入っていいよ、今から入れるね。今から入れるんですか。もう入りましたか。すごいですね。どういうお話なのかとかだけ教えてもらってもいいですか。何や、このトラベルナースを。どういうお話。いろいろ巻き込まれんねん、ナースが。なるほど。言われへんねん、あんまり。ドラマって知らないの、もう来んなや。すいません。いろいろ言いたって言われへんことあんねん、ドラマって。バラエティちゃうねん、 YouTube と。YouTube が来ていい世界ちゃうねん。ドラマやで。すいません、分かってなくて。おぉ、入ってこれた。なんで入ってこれた。はい、はい、すぐ早いですよ。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。少し早いですが、はい、ちょっと現場できましたので、はい、お願いします。こんなやちょっとだけ、本当に少しだけ。ちょっとこちらでマイクと装飾とつけさせてください、はい、お願いします。これつけついたらつけたいなみたいな。ちょっと待って、サイズがあればつけたいなみたいな。あ、やった。お願いします、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、早いですが。おはようございます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 。おはようござい
日本でも割と有名な、議員の議員で割と最近ブイブイ言っている言わせている若手議員の、一ノ瀬さんが提言してくることになりましたと。で部屋に案内します。あ、はい、ね、でもう急いで手術してほしいという旨をちょっと悪態ついてください。はい、全然分かってないかもしれない。いやいや。はい、じゃあ行きます。今ここで受付等を済まされて、はい、じゃあお部屋はこちらですと、ビットの個室に案内してます。よーいのドン。ちょっと、ちょっと、あの、手術して、食べますよ。あ、もうちょっとやってね。お願いしますよ。ありがとう。はい。そういうことになります。そういうことです。もう一回行きましょう。はい。お願いします。で、お医者さんにではなく看護師さんに関してちょっと下にこうあっちゃう感じになるんですけど、よーいのドン。ちょっと先生よ。はい。ちょっとね。はい。ちょっと。ああ、やってよ。頼むよ。はいはいはい。そんなに変わんなかったら OK です。OK です。スタンドリー以上です。はい、お願いします。はい、じゃあこれいきます。はい、ここは見ていいって言われたら、まあ、緊張します。緊張してどないする。バラエティと違うから。ピンクの方が監督の方です。そう。怒ったら怖いやから。そうですよ。関西弁にしていいってなってから途端にやりやすくなってそうだね。ちょっとね、関東弁がどうしてもすごい不安そうでしたもん。ありがとうございます。お忙しいとこ一行のセリフなのにずっとこれで大丈夫。いやいや、それ言えねえ。それもやっぱり最初なんです。間違えたらダメ。一行すね。緊張感あってやってます。ありがとうございます。次何すんの。そう、あれをもっと3人にして。やだやだ。さんに言ってみて。ミキプロ、そう、生まれましたね。あ、ミキプロ、中井貴一さんの CM の、あ、マジっすか。お肌が綺麗だよ。あ、大量なら差し入れを。すごい。大丈夫です。ここまで。ミキプロ、なんてね。さすが中井貴一さん。こんなにたくさん。これ、濃いんですけど、めっちゃいい香り。美味しいですね。多いな、ミキプロン。中井貴一さんの差し入れ、ミキプロンや。すごいですね。さすがやね。すごいぞ。あ、津田さんはなんか差し入れとかしてる。みんなも吉本がその前やろ。そうっすね。亡くなったんですか、演者さんと俳優さん。あのでも、あ、中井貴一さんとはそんな緊張感で喋られなかったけど、あの岡田将生さんとはゲームの話だよ。ゲーム前会った時、優しい人よ。七尾さんでしょ。え、喋ったんですか、七尾さん。喋ってる。ツンのカメラ持ってこいよ。ちょっと迷った。めちゃくちゃバカにされてんけ。携帯撮ってんすか。じゃあ迷った。回しちゃって大丈夫です。こんな感じです。はい、素敵です。はい、素敵です。行ってきます。全身入っております。はい、じゃあ最後で、はい、はい、OK、 いきます。
ちょっと待ってください。はい、もう一回行きます。お願いします。はい。はい、じゃあ、膝上ぐらいです膝上になります。はい、はい、ありがとうございます。続いて、ゴイゴイスーパーのゴーカーすいません、基礎のゴイゴイスーパーありがとうございます。左手がお腹に、右手が、え、僕もやるんですか？可能です、可能です。ありがとうございます。左、でもこっち向きの方がいいよ好きなのでこっちの方がいいですか？いや、津田さんどっちですか？みんなこっち向き、そうですね、みんなこっち向き、ありがとうございます。はい、行きます。はい、はい、いい顔です。はい、最後です。はい、はい、ありがとうございます。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 いや、そこもっと変な男がいたんですけど、コンビの邪魔になるかなと。すみません。これ個人で？いや、個人じゃないです。コンビでやってる。ああ、そうなんです。そうなんです。すみません。まさか僕どうでしたでしょうか、僕のお芝居っていうのは。お芝居なさってました。僕はじゃあ、僕は車椅子乗って、違う、衝撃的やったんですよ。何ですか？手術着というか、こういう入院着が、はいはい、俺、病院入ってって、はい、おはようございますって入ってたら、ソファーに入院着着て、はい、足組んで、いや、僕そんなしてないです。誰かなと思ったら、土下座してます。津田さんやった。土下座して待ってたんですよ。僕も見てました。そんなんじゃいますやん。緊張してた。甲子園やってましたね。その前で。ポンポが出てたんで、ちょっと応援させていただきます。すみません。本当に。よろしく。瀬田さんがあれ言ってくださるんですか。いや。僕言うとおかしいですね。ぜひ全然。本当ですか。全然。僕全部言ってくださったのに。僕よ。全然。僕よ。ぜひ。トラベルナース。トラベルナース。ぜひご覧ください。僕たち横にいるだけです。あ、マジで。木曜夜9時、トラベルナース、ぜひご覧ください。見てくれた方には、千を差し上げます受け取ってください。オペもできますけど、医者に盾をつくのはバカナースのすることです。バカナース？ストピッ！ダメです。ここはアメリカではありません。医師の指示なしにやれば罪になります。オンドラこのまま死んでしもてえんか。ザ・トラベルナース、10月20日。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ。すいません、どうでしたか？何がフォローアップということで。ああ、全部出し切れたんちゃうかな。ミスもなくですね。こんなもんですよ。はい、いやメクトロ行こうかな。俳優津田から芸人津田に戻ろうわ。あ、そういうスイッチがあるんですね、うん、ちょっとちゃいましたね。登録者数が100万人いきますように。よっしゃ。